こんにちは、ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回はこちらの本、スピーナッツ健康法ということでお届けしたいと思います。こちらの本は私がですね、数年前に出させていただいた本で、ドクター監修がついて実際にデータも取りながらその効果を検証したというご本なんですね。このスピーナッツというのは、ピーナッツにお酢を注いで作るとっても簡単なものなんですけれども、1日20粒で体が変わるというぐらい様々な健康効果が期待できるんです。便秘、高血圧、高コレステロール、血糖値、美肌、動脈硬化、皆さんのお悩みにほとんどがカバーできると言っても過言ではないのではないかというぐらい、とても健康的な活用法です。この動画ではスピーナッツの健康効果について、そしてスピーナッツの作り方、またいろいろな活用法、アレンジレシピもご紹介したいと思います。この動画最後までご覧いただければ、もうこのスピーナッツのノウハウほとんどわかるように説明してまいりますので、ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは、食から始めるアンチエイジングをテーマに、心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。ピーナッツの大きな特徴は、生活習慣病と言われるほとんどのものに対して効果があることです。脳疾患や心疾患といったものは、ある日突然起こるということではなくて、日頃の食習慣の積み重ねである日発症するということがほとんどです。日頃の食べ過ぎや飲み過ぎ、運動不足、ストレス、喫煙などの積み重ねによるものなんですね。今回ご紹介するスピーナッツ、おつまみ感覚で楽しく召し上がっていただきながら、血圧や血糖値、内臓脂肪、コレステロール、便秘やダイエット、ほとんどのお悩みを解決してくれるとっても優れた健康法なんです。ピーナッツというとっても身近でお財布にも優しい食材、そして身近なお酢を掛け算するだけ。作り方はとっても簡単、しかも保存期間1ヶ月と、さらにお料理にもいろいろ活用できるとっても便利なアイテムです。まずはそのスピーナッツの魅力7つご紹介したいと思います。1つ目、長寿スイッチをオンにする。ピーナッツの周りの薄皮も使えます。この薄皮にはレスベラトロールという限られた食品にしか含まれないとっても素晴らしいポリフェノールを含んでいます。このレスベラトロールのおかげで長寿遺伝子を活性化させて、細胞レベルの若返り効果が期待できるんです。抗酸化作用もとっても高いのが特徴です。2つ目、動脈硬化を予防する。ピーナッツに含まれるオレイン酸は悪玉コレステロールを減らす働きがあります。日頃からスピーナッツを食べる習慣をつけておくといいと思います。3つ目、血圧の上昇を防ぐ。お酢に含まれる酢酸は血圧を下げる効果があります。4つ目、血糖値の上昇を防ぐ。お酢の効果と GI 値を抑えるピーナッツの効果で血糖値の上昇を抑える効果があります。5番目、メタボ予防、そしてダイエット効果。ピーナッツに含まれる良質な油とお酢の内臓脂肪を減らす効果で、ダイエット効果にも役立ちます。ピーナッツというとカロリーが高いイメージもあるかと思いますが、適度に摂っていただく分にはむしろプラスに働きます。ビタミン B 群、ビタミン E、カルシウム、マグネシウム、カリウム、鉄分、亜鉛などを含みますので、ダイエット時不足しがちな栄養補給にも効果的です。6番目、便秘を予防し改善する。ピーナッツに含まれるオレイン酸は腸の蠕動運動を促す働きが分かっています。腸内の水分量を調節し、腸内環境を整えて便通を良くする。マグネシウムも豊富です。7番目、脳の老化を防ぐ。ピーナッツに含まれるビタミン E やコリン、レヒチンによって脳の老化や認知症の予防に効果的です。ピーナッツの薄皮の成分に含まれるポリフェノールがアルツハイマーなどの原因となるアミロイド β というタンパク質の蓄積を抑えることも分かっています。そしてピーナッツのビタミン B 群のコリン、そしてレシチンという成分が記憶力の向上にも役立ちます。いかがでしたでしょうか。スピーナッツ、様々な健康効果が期待できるんです。スピーナッツの材料はこちらです。まずピーナッツ薄皮付きのものをお選びください。
お塩とかバターなどでローストしたものではなく、鞘から剥いた状態のピーナッツを選んでいただくといいと思います。そしてお酢です。今回は米酢とリンゴ酢ブレンドしてみたんですけれども、米酢だけでもいいし、黒酢を使ってもいいし、お好みのものをご用意ください。そして清潔な保存容器になります。はい、作り方というほどのものではありません。ピーナッツ 200g を入れて、あとお酢が 300cc です。こちらを注ぎ入れるだけ。だんだんピーナッツや薄皮がお酢を吸い込んで、全体的に少しボリュームが増えてきます。今こんな状態なんですけれども、だんだんに時間が経つと膨張してきて、お酢をキュッと吸い込んでくるんですね。だいたい3日目ぐらいから食べられると思います。もしですね、ピーナッツがお酢を吸い込んでしまって、ちょっと水分足りなくなってきたなと思ったら、お酢を追加してみてください。もうたったこれだけです。保存については1ヶ月持ちますので、たっぷり作り置きしておいてもいいと思います。いくつか注意点お話ししておきます。ピーナッツは薄皮付きのものを使ってください。食塩など使っていないものを選んでいただいた方がいいと思います。食べる量は1日10粒から20粒ぐらいの間に留めてください。たくさん食べればいいというものでもありませんので、ぜひ量は守ってください。はい、あとピーナッツのアレルギーがある方はもちろん控えてください。タンパク質含んでいますので、腎臓疾患がある方はお医者様にご相談の上召し上がっていただければと思います。食べるタイミングですけれども、お食事の前に摂った方が効果的です。もちろんお食事と一緒にいろいろなレシピとして楽しんでいただくこともできますので、ぜひ毎日の習慣にしてみてください。完成したスピーナッツはこちらです。ちょうど3日目ですね。で、このような状態になっていると、もうピーナッツというよりはピクルスのような感じです。それなりの酸味もあります。これをアクセントにいろいろなお料理にも活用できます。この漬けてあるお酢も一緒に取っていただくのがいいと思います。こちらの著書の方にはいろいろなピーナッツのアレンジレシピをご紹介しているんですけれども、まあ、刻んで使うものもあれば、ソースにしたりとか、カルパッチョの上に乗せたりとか、炒め物とか、和え物とか、まあ、いろいろな活用の仕方があるんですね。ポテトサラダに混ぜるとかね、まあ、酸味のあるピクルスという感じで考えると、いろいろなものにアレンジできると思います。そこで今回は、このスピーナッツを使って、とっても簡単なレシピ、2つご紹介したいと思います。はじめのお料理はメインディッシュにもおすすめの鶏肉とパプリカ、ピーマンを使って中華風の炒め物を作りたいと思います。そしてこのアクセントになるスピーナッツを入れて仕上げてみたいと思います。味付けはお醤油と甜菜糖、そしてごま油になります。ピーマン種も綿も一緒に使いたいと思います。ピーマンの種や綿には脂肪燃焼効果をね、促すような成分も含まれているので、もし気になさらないようでしたら一緒に使ってみてください。パプリカです。パプリカもピーマンと同じぐらいのサイズ感で切っていきます。それでは炒めていきます。ごま油適量です。刻んだ生姜を入れて炒めていきます。鶏肉を入れて中火で炒めていきます。お醤油です。甜菜糖が入ります。そしてピーナッツをお好みで加えてみてください。大体2人分ぐらいですので、大さじで2杯程度、漬け汁と一緒にね、入れてくださいね。あとは全体に味が馴染めば完成です。続いて、とっても簡単混ぜるだけのオイルサーディンを使ったお料理になります。お魚料理ってね、ちょっと手間かかるイメージありますけれども、まあ、こういったものをね、ベースに作っていただくと、とっても簡単です。まあ、青魚ね、なかなか普段取れないなんていう方にもおすすめです。余分な油を切って移していきます。
下味ついてるのでね、とっても簡単です。はい、そして玉ねぎ少しね薄切りにして加えたいと思います。玉ねぎの量お好みですけれども、そんなにたっぷりじゃなくてもいいかなと思います。はい、そしてスピーナッツですね。このお酢も一緒に使っていきますね。この茶色くなってるのはピーナッツの薄皮から溶け出したレスベラトロールです。これが有効成分です。そしてマヨネーズお好みで少々、あとは全体を混ぜていきます。このスピーナッツは刻んでいただいても結構です。お好みで調整してみてください。青魚のオメガ3脂肪酸とこのスピーナッツで血液サラサラ効果もさらにアップします。まずスピーナッツ自体のお味見をしてみたいと思います。立ったままで失礼いたします。スピーナッツ自体がナッツなのでコクがありますよね。そこにお酢の酸味が加わってとってもさっぱりしていてね、食べやすいです。これだけで毎日20粒程度取っていただくのは、おつまみの代わりやおやつタイムなんかに活用していただいてもいいと思います。ではまずオイルサーディンの方ですね、和え物からいただいてみたいと思います。玉ねぎとスピーナッツで結構さっぱり仕上がってるんじゃないかと思います。とっても爽やかで美味しいです。玉ねぎがね結構アクセントになってますので、オイルサーディンの魚っぽさも気にならないで召し上がっていただけると思います。スピーナッツの歯ごたえもまたアクセントになっています。それでは鶏肉の炒め物の方お味見したいと思います。とってもシンプルな味付けなんですけれども、ピーナッツの酸味がアクセントになっていてとっても美味しく仕上がっています。いろいろなお料理にプラスしていただくだけで、またいつもの味と一味違った仕上がりになると思います。今回は私の著書ですね、このスピーナッツという健康法をご紹介させていただきました。生活習慣病のほとんどが改善できるというものなので、ぜひ手軽に取り組んでみていただきたいと思います。いろいろなお料理にも活用していただけますので、ぜひ楽しんでみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。